帰りなさいませ。いらっしゃいませ。クエスト受注はこちらのカウンターから受けたまわっております。あなたにはモンスターの捕獲を依頼したいのです。ブラッシュショット、星に手のゴーに抜くスローターベイブ、ジョーミーナスエクスカリバー、すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム、ビリダークネスソン、暗闇より来たのバブニールカタストリー、戦果は記録しておきます。サーフィーソードオーシャン、フィニッシュ、レッツサーフィン、オフザリッツ、イエーイ。の功績が金星に届く日もそう遠くないかしら。使えるものは何でも。レディーゴー！ブラッシュショット、任務続行します。ジョビーナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインスコッタミジーマヨ、ソードオーシャン、ギリダークネスソン、暗闇より来たバグニールカタス、ハイドロンジェンミラー、夏の海へようこそ、エンドレスサマー、ランプル、当然です。何するの、この程度で損傷警備、このハイドロンジェンミラー、ミラー最大展開、ミラージュアルタ、ジョビーナスエクスカリ、フィニッシュ、輝け一番星、ディバインフューリア、クリスタルイノベーション、リクリア、滅びは繰り返させます、それが私の意志です。何やら騒がしいな。ブラッシュショット、任務続行します。ランブル、ありがとうです。攻撃続行、ジョビーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングコンテスト、記録しております。ハリーソードオーシャン、どんどんいきます。ブラッシュショット、フィニッシュ、こんな高いドロンジェンミラー、ミラー最大展開、ミラージュアルタ、すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム、ギリダークネスソン、封印解放、アンブラルバナルガン、対象沈黙、リゾートオーシャン、波に乗ります、ハッピーライディング、このハイドロンジェンミラー、ビーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングナッツのフッピン、ようこそエンドレスサマー。この程度で損傷警備、損傷警備、この程度でジョビーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイン、フィニッシュ、戦果は記録しておきます。やった、これでセドナ長官に褒めてもらえ。何でもありませんよ、何
なたにはモンスターの捕獲を依頼したいのです。レディーゴー。ビブラッシュショット。任務続行。ジョビーナスエクスカリバー。集え金星の力。シャイニングコッタミジンコよ。ダークネストーン作戦を続行します。カンディソードオーシャン。波に乗ります。ハッピーライディング。ハイドロンジェンミラー。夏の海へようこそ。エンドレスサマー。ビブラッシュショット。メイドの進化を見せます。クーラントスプラッシュ。任務続行ロマン。ダークネストーン。フィニッシュ。私の仲間は世界一よ。いらっしゃいです。綺麗さっぱり消えていただきました。汚れがないのは心地よいです。あなたにはモンスターの捕獲を依頼したいのです。レディーゴー。ランブル。攻撃続行。このハイドロンジェンミラー。レバレッジをかけましょう。アクアリフレクション。魔女の力はこんなものじゃないですよ。メイドの進化を見せます。クーラントスプラッシュ。ソードオーシャン。波に乗ります。ハッピーライディング。濃い汚れを落とします。クリーナーストリーム。想定内の損失です。想定内の損失です。想定内の損失。ブラッシュショット。星見家の豪に向く。スローターベイビー。ミネスエクスタリフィニッシュ。輝け一番星。ディバインスビア。濃い汚れを落とします。クリーナーストリーム。何やら騒がしいな。レディーゴー。ブラッシュショット。星見家の豪に抜く。スローターベーブ。わお、すごいだ。ジョビーナスエクスカリバー。輝け一番星。ディバインスコッタミジンコよ。ディソードオーシャン。ダークネストーン。フィニッシュ。こんなとハイドロンジェンミラー。夏の海へようこそ。エンドレスサマー。リクリア。滅びを繰り返させます。それが私の意志です。何やら騒がしいな。魔王のお手。レディーゴー。ビブラッシュショット。ジョビーナスエクスカリバー。集え金星の力。シャイニングキコッタ。濃い汚れを落とします。クリーナーストリーム。ソードオーシャン。波に乗ります。ハッピーライディング。ダークネストーン。夏の海へようこそ。エンドレスサマー。このハイドロンジェンミラー。レバレッジをかけましょう。アクアリフレクション。魔女の力はこんなものじゃないですよ。メイドの進化を見せます。クーラントスプラッシュ。任務続行します。ブチビーナスエクス。フィニッシュ。戦果は記録しておきます。リクリア。滅びは繰り返させます。それが私の意志です。何やら騒がしいな。レディーゴー。ブラッシュショット。任務続行します。ダークネストーン。暗闇より来た。バグニールカタスト。大小チン術。ハイドロンジェンミラー。ジョビーナスエクスカリバー。輝け一番星。ディバインイノビア。クリスタルイノベーション。ビブラッシュショット。カンディソードオーシャン。レッツサーフィン。オフザビーストル。濃い汚れを落とします。クリーナーストリーム。フィニッシュ。
死でリクリエを退け世界を救ったって。ブラッシュショット。星見家のゴーに抜くスローターベイズ任務続行します。ダークネスゾーン封印解放。アンブレルバナルガンド私の仲間ブチリーナスエクスカットフォーマリハイドロンジェンミラー。成果が出ましたね。ハッピーソードオーシャン波に乗ります。ハッピーフィニッシュ。戦果を記録しておきます。リクリエは滅びを繰り返させます。それが私の意志です。使えるものは何でも使う。重要なのは結果だ。過程にこだわるなど愚かだとは思わないか。ダークネスゾーン暗闇より来たバグニール形すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム。このハイドロンジェンミラー。ジョビーナスエクスカリバー。すごい金星の力。シャイニングリボンセフティーム。クリスタルイノベーション。この程度で一回で不正義の。この程度でギリ。ダークネスゾーン暗闇より来たバグニール形と作戦を。ハイドロンジェンミラーフィニッシュ。ミラー最大展開ミラージュアルタ。的確な攻撃です。綺麗さっぱり消えていただきました。汚れがないのは心地よいです。何やら騒がしいな。ショット。キリダークネスゾーン暗闇より来たバグニール形すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム。ジョビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバインスフィア。戦果を記録しておきます。ハッピーソードオーシャン波に乗ります。ハッピーライディング。ハイドロンジェンミラー。夏の海へようこそ。エンドレスサマー。フィニッシュ。ショット任務続行。ヤンダークネスゾーン暗闇より来たバグニール形うちにイーナスエクスカリバー。敵を消滅します。ナイトラグナルク。マリハイドロンジェンミラー。ミラー最大展開ミラージュアルタ。魔女の力はこんなものじゃないですよ。ハッピーソードオーシャン波に乗ります。ハッピーライディング。すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム。想定内の損失です。想定内の想定内の。キリダークネスゾーン暗闇より来たバグニール形と大小沈黙。ブラッシュショット。このハイドロンジェンミラー。ジョビーナスエクスカリバー。輝け一番星ディバイディー。フィニッシュ。これを落とします。クリーナーストリーム。リクリエは滅びを繰り返させます。それが私の意志です。使えるものは何でも使う。重要なのは。レディーゴー。ブラッシュショット。ジョビーナスエクスカリバー。すごい金星の力。シャイニング機構。すごい汚れを落とします。クリーナーストリーム。キリダークネスゾーン。このハイドロンジェンミラー。ミラー最大展開ミラージュアルタ。敵を殲滅します。ナイトラグナル。
ウェブラッシュショット、星見家のゴーンに向くスローターベーブ任務続行します。カビーソードオーシャンレッツサーフィンオフザディープ、私の仲間ジョビーナスエクスカリバーギリダークネス、どんなもんよ。作戦を続行します。結界でぶっ裂きます。ダークネス、ウェブラッシュショットメイドの進化を見せます。クーラントスプラッシュ任務続行します。ハイドロンジェンミラーレバレッジをかけましょう。アクアリフレクション、魔女の力はこんなものじゃないです。フィニッシュ、波に乗ります。ハッピーライン、ヴィーナスエクスカリバー、夏の海へようこそ。エンドレスサマー、リーク素晴らしいです。会長、私感動しました。確かにネビュラはモンスターの利用。レディーゴー、ウェブラッシュショット任務続行します。ギリダークネスソン、クライムより来た、バグにいる形と対象チーム術、ハイドロンジェンミラージョ、ビーナスエクスカリバー、今です。クリスタルイノベーション、カフィーソードオーシャン、レッツサーフィン、オフザビーどんどん行きます。結界でぶっ裂きます。結界でぶっ裂きます。ランブル、当然です。ランブル攻撃続行。結界でぶっ裂きます。ねじ伏せてやったわ。ランブル計算通りです。フィニッシュ。使えるものは何でも使う。重要なのは結果だ。家庭にこだわるなど愚かだとは思わないか。魔王はかつてディクリエを退け世界を救ったと聞きます。あなたにはその力があるのですか。確かにネビュラはモンスターの利用を検討していますが、
これぞイノベーションです。ブラッシュショット想定内の喪失ゴーに抜くスローターベイブビーナスエクスカリバー想定内の喪失一番星ディバインスビア汚れを落としますクリーナーストリーム理想とオーシャン損傷ダークネスゾーン損傷封印解放アンブレルバナルこんなハイドロンジェンミラー損傷夏の海へようこそエンドレスサマー窓を意識怪人にキスがいい窓を旧式ブラッシュショットメイドの進化を見せます。クーラントスプラッシュ任務続行します。ダークネスゾーンフィニッシュ封印解放アンブレルバナルドジョービーナスエクスカリバー敵を全滅しますナイトラグナルド私たちの功績が金星に届く日もそう遠くないかしら。魔王はかつてリクリエを退け レディーゴーブラッシュショット想定内の喪失メイドの進化クーラントスプラッシュ任務続行しますダークネスゾーンブチビビーナスエクスカリバーナイトラグナルこのハイドロンジェンミラーミラー最大展開ミラージュアルタ魔女の力はこんなものじゃないですよ。ハッピーソードオーシャン損傷すごい汚れを落としますクリーナーストリーム窓を意識想定内の喪失窓を発揮ハイドロンジェンミラー想定のかけましょうフワリフレクション魔女の力はこんなものじゃないですよ。想定内の喪失ですバブにいる形と作戦を利用しブラッシュショット想定内の喪失ゴーに抜くスローターベイブハイドロンジェンミラー想定内の喪失かけましょうアクアリフレクションすごい汚れを落としますクリーナーストリームジョビーナスエクスカリバー想定内の喪失輝く一番星ディバインスビトフンどんなもんよごめんなさいね結界で防いでます窓を意識怪人にキスがいい窓を旧式ダークネスゾーン想定内の喪失ですバブにいる形と対処チーム私の計算ではそんなはずではあなたにはモンスターの捕獲を依頼したいのです。私が会ったのでしょうか秘密裏にお願いします。終了まであと5分なのです。30分延長しました。流星学園生徒会会計のルリエルなのです。バナルジョービーナスエクスカリバー想定内の喪失一番星ディバインスビア敵を殲滅しますナイトラグナルこのハイドロンジェンミラー損傷ミラーの最大展開
ミラージュアルタ。魔女の力はこんなものじゃないですよ。ルリエル渾身のエールホルン、ハッピーソードオーシャン、尊敬せーのーでクリスタウェル窓を意識、ファイジンイキスガン、窓を吸収、ハイドロンジェンミラ、窓を独自、キャワー、タブツチ、窓を意識、窓をイグニス、窓を独自、キャワー、タブツチ、キリダークネスプーン、損傷封印開封、アンブラルバナルガンの作戦を続行します。パウンドノート、損傷ルリエル渾身のエールホルン、ジョーヴィーナスエクスカリバー、輝け一番星、リバイビーシューで、クリスタウェーブ。私たちの功績が金星に届く日もそう遠くないかしら。確かにネビュラはモンスターの利用を検討していますが、これもリクリエに対抗するため。誤解はしないでください。魔王はかつてリクリエを退け世界を救ったと聞きます。あなたにはその力があるのですか。私は流星学園の教師、君のおかげで研究がはかどっているわ。いつか世界の謎を解き明かす日も近いかもしれ。初めまして。あなたにはモンスターの捕獲を依頼したいのです。どうか。ハマグリ塩ラーメン、ごちそうさまでした。あっさりとした味わいながらも確かな貝の存在感があり、洗練された一杯でした。いつの間にかラーメン通みたいな語りになってきましたね。ウェンディはどうでしたか。確かに美味しかったです。それに女性でも入れるおしゃれな雰囲気で、また訪れてもいいと思いました。ラーメンに対するイメージが少し変わる体験でした。飲食部門でも新事業を立ち上げたいと考えていましたが、検討してみましょうか。ま、しまった。今から言うことはオフレコにしていただきたいのですが、ネビュラは人間界に傘下の企業を複数持ち、それらを資金源としています。その管理や運用が私の主な仕事です。かつて他のネビュラ構成員から人間界、特に経済のことを学んだ私は、魔女の森に銀行を設立し、産業を起こして森を発展させようと提案しました。しかし魔女の森は閉鎖的かつ保守的で、危険思想を持つ者として追放されそうになったんです。そんな私を拾ってくれたのがセドナ長官でした。ネビュラが人間界で活動するためにウェンディが必要だ。
と長老たちを説得して私を引き抜いてくれたんです。だから私は瀬戸田長官を強く尊敬しています。私はあの人のためにネビュラで働いていると言っても過言ではありません。なのでこんなことで長官を煩わせたくはないのですが。ウェンディも栄養補給が済んだようですし、モンスターの捜索を再開しましょう。その前にサブロー系でしたっけ。少し歩きますが大森で有名なお店があるそうです。私と会長さんは満腹なので気になるならお一人でどうぞ。ちなみにマシマシでトッピングを倍にできるそうですよ。情報提供ありがとうございます。行ってきます。迷いなく行きましたね。彼女の胃袋はどうなってるんでしょうか。我々魔女がリクリエと戦う理由ですか。リクリエが魔女の森に及ばないなら3回に干渉する必要はないと。神聖学園の会長さんともあろう方が冷たいことを言いますね。結論から言うとそれは違います。魔女はそんな薄情な種族ではありません。他の種族を信用していないのには理由があるんですけど、それは置いておくとして、ネビュラには3回の破滅を願っている魔女は一人もいません。会長さんには理解できないかもしれませんが、我々の活動は先人たちの無念を晴らすため、あるいは数千、数万年前からの宿題を終わらせるためと言ってもいいかもしれません。会長さん、そこから南東500メートル、モンスターらしき反応です。強い。攻撃力、耐久力、反応速度、どれもデータを大きく上回っています。おかしいです。この個体はこれほどの戦闘力は持っていなかったはず。この強さはネビュラの改造によるものではない。それにこの凶暴性も改造で修正したはずです。この強さでの捕獲は困難。それにことが大きくなればネビュラの存在が明るみに。会長さん、このモンスターの捕獲は諦めてここで消滅させます。はい、瀬戸名長官なら的確な判断をしろとおっしゃるはずです。会長さん、力を借ります。ミラージュアルタ分身と同時攻撃です。合わせてください。残るモンスターは一体。長官に怒られるのは確実ですけど、燃やされないことを祈りますかね。会長さん、お疲れ様。さっきの反応はやっぱりモンスターだったみたいだね。会長さんの周りで他にも誰か戦ってるみたいだけど、流星の人？魔法を誠実に誤認させる魔法で、直接は魔女とわからないようにしてます。適当にごまかしておいてください。みんな無事ならそれでいいんだけど。ほっと一息ついたところ悪いけど、メインイベントはこれからだよ。アステライド反応2つ、数えきれない速度で増加中です。の会長さんの周りだけ局所的に。何なのこの現象、見たことない。空がアステライトだらけ。いくらなんでもめちゃくちゃな。ウェンディさん大変だよ。あ、とうとう長官にバレましたか。いろんな意味でファイアされる覚悟をしていきますか。それどころじゃないよ。ウェンディさんが捕まえたモンスターが全部逃げたんだ。はぁ、嘘、何これ。冗談ですよね。
ちょっとシャレになりませんよ。ていうか、これ私のせいじゃないですよね。このタイミングで最後のモンスター、しかもさっきのより強くなってませんか。先輩のピンチにリーリアが応援に駆けつけましたよ。もちろん喜んでくれますよね、先輩。やー、大変なことになってますよ。次へとモンスターが。ちょっと多すぎなんですけど。しかも普通のよりちょっと強いし。分かってると思いますけど、余計なこと言わないでくださいね。当然です。あなたを送り込むのにどれだけコストがかかったと思っているんですか。アステラを叩かないとキリがありません。このままだと押しつぶされます。できるならやってますよ。でも目の前のモンスターの相手をするので手一杯です。会長さん大丈夫ですか。会長さんもアポロのモンスターの相手で精一杯のようですね。しかも今まで捕まえたやつまで凶暴化してますし。ごめんなさい、応援の聖騎士が向かっているんだけど、モンスターの大群に阻まれてて。私の方でも打開策を考えてるんだけど、こんなに局所的にモンスターやアステラが発生するなんて例がなくて。小春子先輩に策がないって言われると何気にショックですね。そこの鏡の人、何か切り札とかないんですか。また会長さんの分身を作れば一点突破できるかもしれませんが、守りが薄くなるのでこちらが瓦解する可能性の方が高いです。それでもやるしかないですよ。このまま追い詰められるよりマシです。見えません。一か八か。ミラージュアルタ、ちょっと分身先輩あっさり消えちゃったんですけど。すみません、胸像の強度不足でした。魔力がもうギリギリで。私も弾がそろそろヤバいです。このままじゃ本当にすりつぶされますよ。申し訳ありません。野菜豚油マシマシマシは想定以上のボリュームで完食に時間がかかってしまいました。どれだけラーメンに夢中になってたんですか。っていうかマシすぎです。塩味が強めの醤油に背脂のニンニクの刺激が相まってとても力強い味でした。満足感があるのにまた食したくなる不思議な感覚です。感想はいいですから。多数のモンスターおよびアステラを確認。これより殲滅を開始します。アンブラル、バナルガンド、アステラを駆除します。すべてのアステラの消滅を確認しました。魔王の力はその程度か。アイリーンの報告を聞いて人間界に出てみればこの騒ぎ。ウェンディ、後で話を聞かせてもらうぞ。すみません。だがその前に掃除だ。窓を発し機、プロメテウス。
改めて評価するまでもないが、モンスターを戦力とする実験は失敗と言っていいだろう。だが、その過程は看過できない。事情を整理するに、ミスで実験対象のモンスターを逃がし、それを私に報告せず、捕獲にも失敗した挙句、全て失ったと、そういうことで間違いないな。その通りです。この度は申し訳ございませんでした。はっきり言って失望している。お前はもっと利口だと思っていたんだがな。鋼鉄に値する失態だ。お前が魔女の森に戻されればどうなるか分かっているだろうな。はい、どのような処分でもお受けいたします。言ったな。ではネビュラの活動資金を 20% 増やせ。は？お前が欠けると計画に支障が出る。働きで返せ。今の利益を維持するので精一杯ですし、ネビュラ内の資金運用も切り詰めて。処分なのだから無茶なぐらいでないと意味がない。それともお前にはできないか？できます。さて、問題行動を起こしたのはもう一人、イニシュ。お前には出撃の命令は下っていなかったはずだが。ネビュラはイクリエを防ぐための機関です。モンスターを駆逐するのに命令など必要ありません。それにモンスターを使った実験とは何です？我々ネビュラがモンスターを刺激するなどイクリエの危険性を理解しているのですか？毒を持って毒を制す。使えるものは使うのがネビュラだろう。それにお前は兵器としてネビュラに置いてやっている身だ。私に意見する権利はない。まあいい。実験内容を知らなかったことに免じて謹慎程度にしておいてやる。どうせお前はスリープしているだろうがな。了解です。森では散々頑固な老人たちの相手をさせられたが、一番頑固な魔女はこちらにいたか。やはりイニシュは始祖の時代の魔王よ。相変わらず不甲斐ない戦いぶりだったが、魔王の名が泣くぞ。ところでアイリンによると、何者かが再捕獲したモンスターを逃がしたそうだ。外部から侵入された形跡もあった。魔王に心当たりはないか？だろうな。所在を知られているからといってお前たち生徒会にやすやすと侵入されるほど、ネビュラの警備は甘くはない。聖騎士と魔女、そしてリクリエの使徒以外にも思惑を持って動いている者がいるということだ。注意しておけ、魔王。では私は行く。今日は野獣馬をしに来たわけではないからな。魔王、今日は魔王のおかげで初めて本物のラーメンを食すことができました。どの店にも個性があり、甲乙つけがたい味でした。しかも人間界にはまだまだたくさんのラーメンがあると聞きます。しばらくは謹慎の身になってしまいますが、いつかまた一緒にラーメンを食べたいです。あのイニシュがこんなに柔らかく、これもラーメンの力？なんか流れで私の順番になってますけど、今日はご協力ありがとうございました。結果的にはモンスターは燃やされてしまいましたが、報酬も提示していないのに全力を尽くしていただいて感謝しています。見返りとして私個人にできることなら何でもします。
あくまで私個人にできる範囲でですが、仕事には報酬を、ビジネスの基本です。私は基本内勤なのであまり機会はないかもしれませんが、またお会いしましょう。失礼します。空気読んで引っ込んでましたけど、何なんですかね、あの人たち。おそらく以前生徒会の報告に上がっていた魔女だね。私はちょっと特殊な立場だから情報共有されてるけど、一般生徒には明かされてないから秘密にしておいてね。はーい、リーリアお口チャックしてます。でもラーメンの話してるから私も食べたくなっちゃいましたよ。めちゃくちゃ戦ったしお腹ペコペコです。確かに近くで女の子でも入れそうなお店探してみるね。ところで先輩、今更なんですけど、先輩って何しにお出かけしてたんです？ああ、たくさん用意したのにあっさりやられちゃったな。ま、急ごしらえのリサイクル品じゃこんなもんか。魔女の力も測りきれなかったし、今回は無駄骨だったね。これならバイトしてた方がマシだったよ。ま、いや、ラーメンでも食べて帰ろうっと。今日は大変な一日でした。ラーメンくらいしかいい思い出がないです。おかえりなさい。いいなあ、私もラーメン食べてみたいな。瀬戸那長官には改めて謝らないと。信頼を裏切ってしまいました。瀬戸那さんならまだ戻ってないよ。え、激烈マーラーメン、唐辛子10倍で。なんだかラーメン食べたくなるお話でしたね。ということで、この辺りで終わりますね。来場者数8名様、来てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。